一等無人航空機操縦士の技能証明書が初交付されました。はい、どうもサラクールです。今日は2023年2月15日水曜日になります。今日の話題なんですけども、国土交通省の方からプレスリリースがありまして、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初交付しましたというものが来ましたので、そちらの話をしたいと思います。その前に私のチャンネルの YouTube のメンバーシップの紹介をさせていただきます。月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問したい&ノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースはいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、あと学科試験の想定問題を60問作っております。最近では実地試験の口述試験対策の動画も上げ始めました。第2回目に関しましては一般公開しております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っておきますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。以上、メンバーシップの紹介でした。では本題に行きたいと思います。今日の話題なんですけども、これですね、昨日ですね、国土交通省の方でプレスリリースされたものになるんですが、一等無人航空機操縦士、こちらですね、技能証明書を初交付しましたというものが出てきました。今回ですね、そちらの話をしていきたいと思います。あと加えてですね、今一等の方の技能証明書交付はされたんですけども、まだですねクリアできてないという点もありますので、そちらの方もですねちょっと合わせて話をさせていただきたいと思っております。ではですね、国土交通省のプレスリリースの方から見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらですね、国土交通省から出たプレスリリースになります。こちらですね、昨日の日付ですね、2023年令和5年2月14日航空局安全部から出ております。で、内容がですね、こちらに書いてある通りなんですけども、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初交付しましたということで出ております。その前にですね、二等の方は先にですね、技能証明書がですね、初交付されたんですけども、いよいよですね、一等の方ですね、ライセンスを持った方もですね、出てきたということになっております。無人航空機のレベル4飛行、有人地帯、第三者上空における補助者なし目視外飛行を行うために必要な一等無人航空機操縦士の技能証明書を本日初めて交付しましたということで、昨日ですね、2月14日に初交付したということになっております。でですね、下に書いたのは今回ですね、航空法改正されたことによって、今までできなかったレベル4飛行ですね、こちらの方は先ほど言ったこちらですね、有人地帯第三者における補助者なしでの目視や飛行、こちらのことを指すんですけども、これが今までの法律はできなかったんですが、今回ですね、法律が改正されたことにですね、できるようになったということになります。まずはですね、そちらの方のライセンスの方、こちらの方がですね、初めて交付されたということになっております。こちらに書いてある通りなんですが、改正後航空法に基づき無人航空機のレベル4飛行を行うために必要な知識及び能力を有することについて、学科試験、実地試験等により確認を行い、本日一等無人航空機操縦士の技能証明書を初めて交付しましたということになっております。で、ちなみにですね、今どのぐらい学科試験受けているかということもですね、下の方に書かれております。なお、令和4年2022年12月5日以降、指定試験機関日本海事協会への受験申請や登録講習機関への講習申請が行われており、14日9時時点で458件の一等無人航空機操縦士の学科試験申請を受け付けていますということで、まあ、学科試験の方もですね、これだけのですね、件数をですね、受け付けているということになっております。はい、ということですね、以上はですね、こちらの方はプレスリリースということになりまして、まあ、初めてですね、一等無人航空機操縦士の技能証明書をですね、初交付したということになっております。でですね、とりあえずライセンスの方は発行されたんですけども、ただですね、まだちょっと今進んでないことがありまして、
してレベル4飛行できる人というものは出始めたということなんですけども、ちょっとですねカテゴリーの方の、ね、説明をねしたいと思うんですが、まあ、こちらですねカテゴリーということで、こちらですねリスクが低い順にカテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3というふうに分かれてまして、こちらですねカテゴリー3というものが特定飛行のうち無人航空機の飛行経路下において立ち入り管理措置を工事内で行う飛行、第三者上空で特定飛行を行うものになるんですけども、こちらの方のね、下の方にフローズがありまして、で、今回ですね、こちらになります、特定飛行に該当する飛行を実施するイエスで、立ち入り管理措置を講じるというところで、これは講じないということで、これでですね、第一種機体認証、および一等操縦者技能証明を有するというところで、これイエスになると、カテゴリー3、許可承認申請が必要な飛行、こちらの方ですね、することができます。ちなみにですね、こちら有してないとですね、飛行不可ということになっています。で、このですね、まあ、フローズをですね、見ていただければわかるんですが、第一種機体認証及び一等操縦者技能証明ということで、今回ですね、出てきたのは、こちらのですね、技能証明書を初交付したということなので、まだですね、こちらのですね、第一種機体認証、こちらの方のですね、ドローンというものはね、今現時点ではね、出てきてない状況だと思います。私がですね、確認する限りではですね、まだですね、第一種の型式認証、機体認証されたものはですね、出てきてないというふうなね、認識です。で、こちらの方にですね、参考ですね、無人航空機の飛行におけるカテゴリー区分ということで、こちらの方にですね、カテゴリー3のところがあるんですけども、まあ、こちらですね、第三者上空のところを飛行してですね、あとですね、丸1、丸2、こちらの方はですね、この丸1の方はですね、空港周辺の空域、150メートル以上の空域、催し場所の上空、危険物の輸送、物件等か総重量25キロ以上。で、丸2の方が人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、人または物件との距離30メートル未満の飛行、こちらの方を指すんですけども、まあ、こちらの方ですね、やる場合でカテゴリー3に当たる場合はですね、必ず機体認証の方は第一種のものを使わなきゃいけません。でですね、操縦者技能証明法は一等の技能証明を持っている方じゃないとダメということになります。あと加えてですね、許可承認申請、飛行計画通報、飛行日誌作成、事故等の報告、これに関してはですね、すべてですね、必要ということになっています。で、今回はこちらだけですね、初交付されたということなので、まだですね、型式認証で第一種ですね、機体認証されたものというものはですね、まだですね、私が確認した限りですね、まだ出てきてないということなので、まだですね、レベル4、まあ、カテゴリー3のですね、飛行するときには、法律では飛行できるようなことにはなってるんですけども、残念ながらですね、まだ片方しかですね、出てきてないということなので、まだですね、こちらの方、証明書を持った方でもですね、レベル4の飛行というものはですね、できない状態ということになっています。まだですね、なかなかこちらのですね、機体認証の方は時間がかかっていると思われます。もうちょっとですね、出てくるまで全然時間かかると思いますので、それまではですね、まあ、レベル4の飛行はね、できないということだと思われます。なのでですね、一等無人航空機操縦士というですね、まあ、操縦ライセンスの方が出てきてですね、人の方は準備できつつあるんですけども、一方ですね、ドローンの方がまだ準備ができてなくて、まあ、実際ですね、無人航空機のレベル4飛行というものはまだできない状態が続いているということになっております。これ結構ですね、型式認証とか機体認証の手続きというものがかなり複雑ですね、難しいプロセスを踏んでますので、これはちょっとね、時間がかかるのかなと思っております。まあこれはですね、まあ慎重にやってるのはわかるんですけども、まあせっかくですね、こちらの方ですね、資格を取ってもですね、飛ばせないと意味がないので、そこら辺の方のですね、手続きというものはね、進めていただければよろしいかなと思っております。はい、ということですね、今回はこちらですね、一等無人航空機操縦士技能証明書の初交付されましたということがですね、2023年の2月14日、昨日付けですね、プレスリリースとして出てきましたので、皆さんと情報シェアの方してまいりました。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、国土交通省の方からプレスリリースがやってまして、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初交付したということで、ようやくですね、人の方は用意できつつあります。ただしですね、まだドローンの方、こちらの方ですね、型式認証とか、あとですね、機体認証、こちらの方がですね、まだ進んでないというところがありまして、まあ実際ですね、レベル4の飛行がですね、できるかというとですね、今の段階ではできない状態が続いております。しかもですね、ライセンスの方は期限がありますので、こちらの方ですね、期限がですね、別に伸びるということでもありませんので、まあなるべくですね、そこら辺の整備の方はですね、進めてもらいたいなと思っております。はい、ということですね、以上となります。このチャンネルではこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたり
します。あと冒頭でも申し上げました通り、私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。月額690円のコースではいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、あと学科試験の想定問題60問作っております。あと最近では実地試験の口述試験対策の方も作り始めました。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら、バイバイ。